眠。寝たら起きられないと思って、ほぼ徹夜しちゃったからな。始業式で立ったまま寝ちゃったりして。う、って、やばくない出席番号で並べって言われたら僕、絶対一番前とかじゃん。うわぁ、うとうとして注意されるのめんどくさぁ、はあ。始業式、行くのやめよっかなぁ。 <laughs> でもな。別にクラスが違ったって何も変わらないでしょだって私たちこれからも友達だし。二年生になってもよろしくね、みずき。<laughs> 授業ないんだし、始業式ぐらいは頑張らないとね。 っていうか、自分がどこのクラスになったかちゃんと確認しておかないと。ん、んあっちゃー、思いっきり目が合っちゃった。ぱっと見、一年生っぽいけど。 来たこう ああ、なんだそういうことかふむふむ。それであんまり気崩してもないけどいい感じに個性が光っている僕に目をつけたってことで合ってる なるほどねー <laughs> 本当にただ純粋に制服を可愛く着こなしたいって感じだなオッケーじゃあ1年生でもできる個性的な着こなしをアドバイスしちゃうよあ <laughs> 信号青になったし歩きながら教えるよどうせ目的地も同じだしね 大丈夫だよ。僕そういうのを気にしないからさいいのいいの僕は可愛いを追求する者の,の味方だからねそんなことより僕が伝授したコツを活かして2人なりの可愛い着こなしを見つけてよ話を聞いてる感じ2人ともセンス良さそうだし上高制服ライフを楽しんでほしいな。 じゃあね、2人とも <laughs> ほんと、ファッションにものすごくモチベがある子たちだったなああいうこと話すのは僕も楽しいし好きだけどそのうち聞いちゃうんだろうな僕の噂 まあ、いいや新しいクラス見に行こうっとえっとあっあった多分あのお店だよえな。エナ うん<スープ>、やっと着いた。やっとって、駅からちょっとしか歩いてないじゃん。しかもエナは僕の後ろにくっついてきただけだし。だって、めちゃくちゃ眠くて。う<ス>ーん<プ>。まったく、筆が乗ってきたからって徹夜するから。ほら、目の下のクマも隠しきれてないし。 これじゃあ、えななんじゃなくて、くまマンだねー。なにその肉まんの親戚みたいな名前。よかった。開店30分前だけど、意外と並んでないよ。ほんとだ。これならオープンしてすぐ入れそう。楽しみだな、絶品アップルパイ。 確か、アイスをトッピングするのが一番人気の組み合わせらしいね。まあね。でも私はアップルパイそのものの味を楽しみたいし、トッピングなしでいいかな。おっと映えを大事にするエナにしては珍しくツーなこと言うじゃん。いいでしょ別に。そうだ。名前の通りちゃんと美味しかったら、花美ちゃんにも教えてあげないと。 あそういえばアップルパイ好きだったっけ渋谷駅近くのお店は大体網羅してるっぽかったねっていうかあちこち食べ歩くほど好きなら僕たちが教えなくてもとっくに知って皆さんとずきちゃんだうん<え> ちゃほなみちゃんこんにちはもしかしてお二人もアップルパイですかうんしかもちょうどほなみちゃんの話をしてたの美味しかったら教えてあげないとってでも僕が言った通りお店のことを知ってたみたいだねはい行きつけのアップルパイ専門店の人がライバル店ができたかもしれないって言ってて気になってきちゃいました そうだったんだ。M ちゃんはホナミちゃんに誘われたのはい。アップルパイは私た,たちにとって大事な思い出だから、また一緒に食べようって。思い出って実は、まだ M ちゃんとあんまり話したことがなかった時に、たまたまアップルパイのお店であったんです。色い々ろいろあって一緒にアップルパイを食べたんですけど、 そこからちょっとずつ話すようになっていってだからアップルパイはあたしたちの友情のキューピッドなんですへえー、そうだったんだそれなら今日も友情のキューピッドになってもらうのはどう 美味しかった絶品っていうだけあってちゃんと美味しかったね私も夢中になって食べちゃいましたえ <laughs> なめちゃん一口目を食べたときパーって笑顔になって目もすっごくキラキラしてたもんねえ見てたのいやあんなに幸せそうにアップルパイを食べる人初めて見たよ 水木さんたちもは恥ずかしいでも幸せそうに食べてる花見ちゃんを見て私たちまでちょっと嬉しくなっちゃったはいそれにいっぱいお話できてよかったです僕もいっぱい話せて楽しかったなえなさん誘ってくださってありがとうございますえ <laughs> どういたしまして。ちなみに、この後は僕たちは買い物に行くつもりだけど。私たちはこの後それぞれ予定があって、ごめんなさい。そっか、残念。じゃあ、またの機会に。はい。今日はありがとうございました。エムちゃんも、また学校でね。 <laughs> クラス変わっちゃったけどこれからもよろしくね僕たちも「よろしくね」ってする別に同じクラスだったわけじゃないでしょっていうかニーゴとして一緒に活動してるんだからこれからもっていうよりはこれまで通り「よろしくね」じゃない <laughs> それもそっか。じゃあ、これまで通りよろしく、えな。はいはい、よろしく。